朝鮮の中九大王のスクチョン、トギのあの王様なんですよね。じゃあ、トギの王様スクチョンには、正室が4人、側室が5人いたんですよ。で、その中で正室の第1番、インギョン王子がいますが、あまりにも若い時に亡くなったし、子供もいなかったので、あんまり有名ではないんですよね。じゃあ、皆さんが知っている一番有名な王子は、この正室の2、インヒョン王子ですよね。で、その後、正室の4、イノン王子がいました。あ、3番は?と言ったら、まあ、もちろん皆さんご存知だと思いますが、正室3番でしたけれども、廃妃されたチャン・ヒビンがいますよね。で、その後、側室としては、一番有名なのはもちろん、トギでしょう。そして、このもごもごと一緒にずっと、朝鮮の歴史を見てきてくれた方はわかると思いますが、スクチョンが晩年にとっても可愛がっていた猫ちゃん、クムソンもいますよね。じゃあ、彼女たちの中で、スクチョンが一番好きだった、本当に愛していた人は一体誰でしょうか。スクチョンの動画で説明しましたが、スクチョンは実際情勢を政治のために利用した傾向もありますが、その中で本当にこの人は愛していた人、いたんでしょうか。それをですね、記録じゃなくて、今日は墓を見てから考えてみたいと思います。じゃあ、つまり皆さんが、まあ、コロナが落ち着いて韓国旅行に行くことになりますと、スクチョンとスクチョンの女性たちの墓に行くことができます。じゃあ、まずそれから紹介してみますね。じゃあ、皆さん韓国にいらっしゃいましたら、定番の観光コースですよね。明洞。じゃあ、明洞にいらっしゃいましたら、一番目立つ建物なんですけれども、ロッテデパートの本店があります。じゃあ、ロッテデパートの本店の入り口のすぐ前にバス停がありますよ。じゃあ、そのバス停で皆さん702の A を乗ってください。702の A ですね。ロッテデパートの本店のすぐ前の702の A に乗ってください。ちなみに料金は150円ほどなんですよ。じゃあ、これを乗ってですね、1時間ぐらい、およそ1時間ぐらいかかると思いますが、ずーっと乗り換えなしで走ると、ソウルンという場所にたどり着きます。ほぼ終点なので、まあ、わかりやすいと思いますよ。案内のアナウンスで、ソウルンと聞こえたら降りてもいいし、またはバスの運転手さんにソウルンと言ったら、まあ、バスの運転手さんわかると思いますので、声をかけてくださいね。じゃあ、そのソウルンに降りますと、こういった光景が広がりますが、後ろにある朝鮮松とかとても綺麗ですよね。じゃあ、こっちがユネスコの世界遺産のソウルンというところで、19代王のスクチョンが眠っている墓なんですよね。じゃあ、こっちは意外と日本の方がなかなか行けないところにありますが、意外と明洞からバス1回で行けますので、チャレンジしてみてもいいと思いますけれども。で、さらにですね、ここ、入場料が安いんですよ。100円ほどですね、100円ほど。で、ちなみに65歳以上だったら無料なので、パスポートとか提示したら65歳以上の方は無料で入れると思いますので参考してくださいね。じゃあ今日は皆さんとこのソウルンを一緒に散歩してみたいと思いますね。じゃあ一旦ソウルンって全体的にこんな感じですが、今日一旦まずこっちから皆さんに紹介してみたいと思います。じゃあ今から一緒に歩いてみましょう。じゃあこちらがソウルンの入り口になります。じゃあこんな感じですよね。入り口にトイレがありますので、トイレ行きたい方はぜひトイレをこちらで済ませてくださいね。ソウルの風景を簡単に見れる写真が並んでいて、目の前にあるのがチケット売り場なので、チケットをこちらで購入してですね、でその後この機械でQR コードをピッとしたら入れますので、ぜひ使ってみてください。じゃあ今から一緒に歩いてみましょう。中に入るとこんな感じで、普通の方々がこうやって散歩の気持ちで来るところなので、普通の公園みたいな感じになっています。まあ、入場料が安いのもあると思いますが、この松とかに囲まれている道とかもとても綺麗で、空気もとても良かったので、周りの方々が散歩の気持ちで結構来てると思いますね。皆さんも一緒に散歩してみてください。
ゃあこうやって入り口から少し歩いてみると、すぐ、墓が見えてくるんですけれども、じゃあこの墓は一体誰のお墓でしょう。ちなみにこちらはスクチョン以外の墓もいっぱいありますよ。じゃあ一旦まずすぐ入り口から入って見えるこの墓は誰の墓でしょうか。考えてみてください。かなり大きい墓ですよね。じゃあかなり大きい墓なんですが、じゃあこの墓なんですがちょっと面白いんですよ。左の方にも墓がありますが、実際この墓がイノン王侯の墓ですよね。スクチョンの4番目の正室でしたね。じゃあつまりこの墓はスクチョンの墓になります。じゃあ一旦まず皆さんがこちらにこうやって入るときに、道がこうやって階段みたいに3つありますが、左、つまり真ん中の方がご先祖様、神様の道で、その隣が王様の道で、今こうやって赤い女性の方が歩いているところが家臣の道だそうですね。じゃあ皆さんも、まあどっちかといったら神様の道は歩いたらいけないと書いてたので、王様の真ん中の道は歩いてみてください。じゃあここまで入ると目の前に墓が2つ見えてきました。じゃあ一体あの墓は、1つはもちろんスクチョンですよね。じゃあもう1つは誰の墓でしょうか。上から見たらこんな感じなんですが、じゃあ右の方がスクチョンで、左の方がイニョン王子、つまりスクチョンの2番目の奥さんの墓でした。つまりこの2人は一緒に眠っています。一旦中に入るとこんな感じで、実際スクチョンの命日にどういった儀式が行われているのか、こうやって説明も書かれています。皆さんがタイミングよく行けばこういった儀式も実際見れるらしいですよね。こうやって目の前にスクチョンの墓が実際見えますよね。から見る形はこんな感じですよね。つまりこのお墓なんですが、作りが面白いですよね。実際こうやって夫婦が一緒に眠っていて、4番目の正室が上からこの夫婦を眺めているような感じになっていますよね。少し寂しいかな。残念ながら、まあ、これ以上は入れないので、まあ、撮影はできなかったけれども、まあ、こっちに来るだけで、まあ、スクチョンと会えて私は嬉しかったんです。上から見たらこんな感じですよね。真ん中にスクチョンとイニョン王侯が眠っていて、で上から4番目の正室が眺めている感じで、ちょっと少しは寂しい作りといったら寂しいですよね。じゃあ続きはこのエリアを皆さんに紹介してみたいと思いますが、ちょっと申し訳ないけれども今回時間がないので上の方には行けなかったんですよ。この上の方、サドセジャの母がこっちに眠ってますよね。皆さんがもしかしてこっちいらっしゃるのであれば、ぜひいらっしゃってみてくださいね。じゃあ次のエリアを紹介してみたいと思います。じゃあスクチョンのお墓から出て、その道をまたずっと歩いてみましょう。ここはユネスコ世界遺産ではありますけれども、公園としてもとってもいい作りをしていますので、皆さんの、まあ、リフレッシュな気持ちで来てもいいと思います。特に韓国の朝鮮松がとても綺麗ですよね。じゃあ少し歩いてみたら、目の前にちょっと屋敷みたいなところが見えますが、こちらのお墓を管理していた人たちが住んでたところだそうですよね。
中は、まあ、ドラマでも皆さん見ているように、まあ、昔ながらの朝鮮伝統的なスタイルの屋敷です。昔はこうやって使用人たちがいたでしょう。じゃあここから出口に出てまた道を歩いてみましょう。この日はとても天気が良かったので、まあ皆さんに綺麗な映像を見せることができて良かったと思います。皆さんもお気づきだと思いますが、外国の方はほとんどいなくて、韓国の方々がこうやって遊びで来てる感じですよね。で、こうやって渓谷もとても綺麗ですね。ソウルの近くは海がないので、韓国人で山の渓谷が大好きなので、私もこういった風景を見たら落ち着く傾向があります。じゃあその後はしばらくとても綺麗な朝鮮松の長い道が続くんです。そうするとまた目の前にもう一つの墓が見えてきます。この墓はさっきよりは小さいですね。スンフェイ星座というテジョンイーバンオンの最後の直系の子孫がこっちに眠っていますよね。つまりミョンジョンの息子です。病気で亡くなりましたね。じゃあ一旦ここまで来たら、じゃあその後のエリアも紹介してみたいと思いますが、上にこうやってちょっとまた大きい墓がありますが、そちらちょっと私行けなかったんですけれども、実際インルンといって、スクチョンの性質の位置、インギョン王侯、若い時に亡くなったんですよね。こちらに眠っていますので、もしかして皆さん時間があったらぜひ行ってみてくださいね。じゃあ次のエリアを紹介してみたいと思います。じゃあスネ星座とさよならしてからまたしばらく道を歩いてみましょう。じゃあこうやって散歩の気持ちで歩いてみたらまた大きなお墓が見えてきます。一体誰でしょうか。じゃあ上から見たらこんな感じですが、上の方に北朝、そして左に因数デビが眠っています。じゃあ一旦ここまで皆さんに紹介しましたが、じゃあ次はこのエリアを紹介してみたいと思いますが、この上のエリアに私は今回行けなかったけれども、トギの息子ヨンジョの正室の位置、朝鮮王朝で一番長く王侯した方なんですよね。チョンソン王侯の墓もありますので皆さん参考してくださいね。
じゃあ次のエリアを紹介してみたいと思います。先からかなり歩いてますよね。実際この動画は私が皆さんの時間を節約するために3倍ぐらい早くしてますけれども、実際ここまで歩いたら、まあ、ゆっくり歩いたら20分ぐらいかかりますね。まあ、もっとゆっくり歩いたら30分、まあ、20分30分ぐらいかかります。つまりスクチョンの墓から20分30分ぐらい歩いたところに、小さな墓がありますが、一体誰の墓でしょう。じゃあ今から皆さんそれを誰かなと思って歩いてみましょう。じゃあ大きい道の横にある細道をこうやって歩いてみますと、その奥に小さな墓があります。この墓ですが今までの中で一番小さいですね。はい、皆さんがよく知っているチャンヒビンの墓がこちらにあります。スクチョンからかなり遠いところにありますよね。上から見たらこんな感じで、他の墓に比べたら、まあ、かなり小さな墓ですよね。こちらにチャンヒビンが眠っています。チャンヒビンは、まあ、正室にはなったんですけれども、結局廃妃されて側室に戻ったんじゃないんですか。基本側室は墓がないんですけれども、チャンヒビンの息子が次の王キョンジョンになりますので、その礼儀としてこうやって小さい墓でも作ってくれたんですよね。ただスクチョンとかなり遠くて寂しいですね。墓もちょっと寂しい感じですよね。じゃあそして最後なんですけれども、一番左の上のあたりにですね、八大王のイエジョンとその奥さんアンスン王子が一緒に眠ってますので、ちょっと時間がある方は左上まで行ってみてくださいね。で、今日はスクチョンがメインだったので、スクチョンの墓をちょっと回ってみたけれども、まとめてみたらこんな感じでできますよね。そしてなんですけれども、このスクチョンの墓の右の方にあったんですね。そのまた右の方に小さな墓があるらしいですよ。実際ちょっと見えないけれども、それが私が以前の動画で説明したスクチョンが大好きだった猫ちゃんクムソンの墓だらしいですよね。じゃあこうやって見てみたら、結局最後の勝者はイニョン王子じゃないでしょうか。実際歴史記録でも、そのスクチョンのお話の中で、王が亡くなったら、つまり王の墓は必ずイニョン王子のそばにしてくれと言って、イニョン王子の墓を作るときにその右を、ちょっとわざと開けて作ったらしいですよね。最初からスクチョンはイニョン王子のそばに眠りたかったようなので、実際スクチョンが一番、好きだった、まあ、スクチョンの女性はイニョン王子だと私は思いますね。ちなみにチャンヒビンは最初から先のところにあったわけではなくて、かなり遠いところ、ソウルから離れたところに墓があったんですよ。それが、最近移ったんですね。1969年ですよ。つまりスクチョンがチャンヒビンの墓を移したわけではなくて、今の韓国人が移したんですよね。こうやって考えたら、スクチョンにとってチャンヒビンは一体どういった人だったでしょうか。やっぱり政治のために利用した女性に過ぎなかったんでしょうか。で、最後になんですが、じゃあ、トギはどうなっているのかということですが、まあ、トギも側室なので、基本的に王室から墓は作ってくれないけれども、トギの息子が、ヨンジョという王様になるんじゃないんですか。なので、実際、スクチョンの近くにはいないけれども、すぐ上にある地域かな、パジュという地域のお寺に、このトギのお墓があります。普段は一般には公開されませんけれども、まあ、一応、スクチョンとそこまで遠くないところにトギがいること。スクチョンはそうやって考えたら、トギも好きだったかもしれませんね。
じゃあ今日はここまでです。じゃあ予定通りだったら来週は家臣キマンノを紹介するところだったけれども、キマンノと文章の性質、文章王侯がまあ被るところがありますので、皆さんもどっちかと言ったら文章王侯の話が聞きたいでしょう。なので来週はちょっと予定を変えてキマンノと文章王侯を一緒に、まとめて紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜진짜고마워요。여러분안녕。